こんにちは。大友潤です。えっ、ー、と今日は新しいカメラで撮っております。アルファ 7s3 でございます。えー、ようやく届きました。このカメラね。本当発売日を待ち遠しく待ち遠しくしておりました。まあ、このカメラでえっ、ー、と撮影していきたいなと思うんですけど、レンズはあの16ミリで撮ってます。で、マイクは純正のマイクですね。 で、シューティンググリップ、グリップ純正のをつけて、今、手持ちで撮ってます。手ブレ補正、アクティブにしてますけど、どうでしょうね、揺れは。まあ、アクティブにすると、クロップされるんですけど、まあ、これぐらい、ね、16ミリでこれぐらいの、ね、画角が撮れてれば、自撮りでもいいんじゃないかなって思います。でですね、今日は、あの、僕がですね、あの、手首が痛くてですね、実は、あの、 手首がすすごいい今痛いんですよ。あの台風とかね気圧の変化があるとなんか体調の変化が最近すごい出てくるようになっちゃってあの去年の台風19号でしたっけなんかすごい勢力があった台風の時ももうすっごい頭痛がしちゃってもう大変だったんですよ。でやっぱり手首ももう以前から本当弱くて痛みが出やすいところなんですけどまあそこであの弱いところにやっぱり来るなっていう感じですかね。 今日はねちょっとこの自分の自分の手首を治療したいなと思っててで僕はあの鍼灸師なんですよ鍼灸師とあのマッサージなんでああのまあ自分自身をねちょっとやってみたいかなって思います久しぶりにねはいで装備がねこんな感じでちょっと準備しましたはいこれがね低周波通電の機械になります電気流すやつねまあ消毒とまあゴミオッケー やはりね、これ一応あのあれなんですよサンプルでもらったやつでちょっと試してみようかなっていう感じで今回今日使ってみたいなと思いますはいそれでですね今設定話すの忘れてましたねシャッタースピードが50分の1で F4 で ISO、えー、オートで800になってますねまあ800だったらねこのカメラできれいに撮れてるんじゃないかなと思いますで僕の手首のなんですけど 昨日まではね、こっちの、こっち側が痛かったんですよ。手のひら側じゃなくて、手の甲側の、ここら辺が結構痛くて。で、今日になったら、ここら辺はね、ちょっと収まってきたんですけど、今度は、腕のね、内側、ここら辺、ここら辺がね、すっごいね、痛くなってきて、痛いというかね、重だるいんですよ。すっごい重だるい感じ。なんで、まあ、えっ、ー、と、この筋肉はっていうと、 えっとね、見えるかなちょっとこれ取っちゃうとここにグって握って力入れて少し内側に曲げると腱が出てきますよね。こう2本大きいの出ると思うんですけどこれの親指側の腱でたどってってこれは筋肉になって藤の内側につくんですけどこれがねやっぱ痛くて。 重だるいんで、ちょっとここに針刺して電気流していきたいなと思います。まあ、あの西洋学的にね。あの一応等速手根屈筋は成中神経支配なんでまあ、ちょっと腕のね。あの上腕の内側なんかもちょっとだるかったりするんで。ま成、あ、虫神経の軽度な麻痺とか。 うーんまあ、そんな感じなのかなと思うんですけど、東洋学的には必勝でいいと思うんですけど、まあ、着費ってことで、まああの、天候の変化とかで、あの固定的にその関節部分とかに起きるような重だるさとか痛みに分別されるようなものなんですけど、まあ、軽度な不虫が起こったりとか、まあ、あとはしびれとかね、そういうふうなものが起きる人もいますね。僕はね、そんなしびれ感はないんですけど、とにかくだるいって感じ。 手首はね、まあ、治ってきて、今、そんな症状ないんで、やっぱ手首やめて、この腕の内側だけね、ちょっとやりたいなって思います。で、まあ、というわけ的なので、まあ、ツボでね、あの針打っていきたいんですけど、えーとね、どこにしようかな。あの、足の内側にしようかな。あの、内側と外側。えーとね、足のね、足の三里って聞いたことありますかね。膝があって、これ足の外側ですよね。 外側のこのラインですねラインたどってってへっこんでるところ足の三里ってあるんですけど、まあ、こことあとは内側の飲料船えー、ここも骨の内側たどってって膝の内側ここで指止まるところここら辺ですね、まあ、詳しくちょっと止血部位とか知りたい人はネットで調べてみてください ちょっとアップにしました。えーとね、待って、やっていきますかね。まあ、ちょっと消毒して、分も消毒して。はい。まあ、針自体はやったことある人いるかもしれないんですけど、全然痛くないです。あの、針の太さがね、そもそも細いので、注射針とかそこまで太くないんですよ。なんで全然痛くないです。まあ、 毛穴にね入っちゃったりする時があるんでそういう時はねちょっと痛み感じる場合もあるんですけど偶発的にねこんな感じ見えるかなういこれストッパーがここにあってグイッてこれピンとこないかな,こ,の辺かなこれストッパーがあってこれストッパー抜く抜くとはいこういう感じです 見えるかなすっごい細いです。で、これ筒になってて、これ新刊って言うんですけど、これまあガイドになるんですよ。で、ここにあの針を通しておいて、こんな感じです。で、これを腕に刺していきます。えーとね、片手なんですごい打ちにくいんですけど、まあ、ちょっとね、自分なんで雑にやっちゃいますけど。 自分に針刺すの結構久しぶりですね。はい。見えるかな？取れてるかな？結構ね。あのあれです。もっとね。仕事でやる時とか。もうパン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 やっちゃいます。こんな時間ゆっくりかかってないですね。 こんな感じです。電気通していいいきたいと思います。電極があって、まあ、まあプラスマイナスあるんですけど一応まあそんなにね気にせず大丈夫ですあのプラスマイナスはどっちでもまあ厳密に言うとね効果の違いはちょっと出てくるんですけどはいでさっきのちょっとつでの機械を動かします 勝手にこう音に音合わせてて収縮してるのかかりますかね揺れてるここにまあ電気を今通してる状態ですねで見えるかなこっちがね見えるかなこれ剣がしっかり動いてる状態ですねこれだけしっかり確認してえー、金から剣に全体にね通電されてるかどうかっていうのは大事なんで でまあ、これでうまく電気流して動,動かないようだともう一回差し直したりとかしますねでこれでちょっと時間をおきますはいまたアングル変えましたえっ、ー、と今度は足に刺していきたいなと思います手の方はねもう抜いちゃって終わりました大体いい通電はね10分ぐらいですかねはいでまあちょっと消毒して足の内側をねちょっとみすぼらしい毛深い足をお見せして <laughs> 申し訳ございません はい、自分の足を刺す時はね両手使えますからね楽ですね <laughs> うん見えるかな針ちっちゃいからなこんな感じですこんな感じあここにあ見えるかなこんな感じで。 ここに刺さってます。で、まあ、針刺すときね、僕はデコピンでやっちゃってますけど、新旧学生の皆さんはデコピンでやんないでくださいね。デコピンでやったら学校の試験落ちますからね。はい、刺し終わったんで一応お見せすると、これが見えるかな見えにくいかなこれが足の3里刺さってます。で、こっちが飲料船。見えるかな こんな感じ。飲料船です。よっしゃ、終わりました。OK。よし。最後また手持ちで。<laughs> えー、16ミ、mm、リです。で、これね、あの、レンズはあれです。あの、ツアイスの、えー、16ミ、mm、リ、えー、35ミ、mm、リの F4 です。どうでしょうね、このレンズでのアルファ 7S3 の映りは。なんかね、皆さんの YouTube 見てるとね、めちゃくちゃ映りいいからな。 まあでも G マスターとか皆さん使ってますからねちょっと僕の方ねこの今回の動画はどれぐらいのいい写りなのか分かんないですけどはいまあ、ちょっとあの治療のためにね自分,自分の腕とか足に針刺してみましたっていう軽い動画でございましたではどうも失礼いたします